次、チャイコフスキーですが、これはですね、皆さんにお配りした、映像の方は映し出されているものを見てですね、旋律のところに丸をつけていってください。この曲もちろん知っている方いらっしゃると思うんだけれども、ちょっとやってみてください。旋律、つまり、一番上の音、一番上の音に丸をつけてみてください。多分、ビオラはあれですね、ここの真ん中のところが杖ですから、中央の杖ですから、これは、でということになりますね。だから一番上の音に丸をつけてみるっていうのをちょっとやってみてください。ちょっとなんかソルフェージュの練習みたいですけれども、一番上ね、一番上の音が旋律なので、一番上の音を丸つけてみる。気をつけてほしいのは、第一バイオリンが一番上でしょって、まあ普通思いますけれども、そうかどうかをよく見てほしいということですね。初めの2小節だけでもいいです。はい、いかがでしょうか。こんな具合になったでしょうか。こんな風になりましたか。できてた？間違った？ こんな風になったでしょうか。違う。すいません。見せてもう、種明かしができてましたね。すいません。はい、じゃあ、こちらを見てください。こういうふうになりますね。で、今、お配りした方の話は今からします。で、これが、山岳賞の冒頭のところですけれども、これ、まあ、大変有名なことなので、ご存知の方も多いと思います。聞いただけでは、普通にファミレドシドというふうに聞こえるけれども、まあ、非常にオーケストレーションの工夫がしてあるというところですね。そして、今、学校にいらしている方は、お配りしているプリントなんですけれども、この後は、戻ってくるところですね、は、ファーストバイオリンで、この旋律を奏でているというのなんです。まず、ここのオーケストレーションのところの音を聞いてみましょう。皆さん、じゃあ、これを見てください。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。音量、大丈夫だったかな。すいません、ちょっと、音量、はい、じゃあ、これでちょっといきましょう。はい、まあ、楽譜を見れば種明かしで分かるんだけど、音だけ聞くとちょっと分からないところだと思いますけれども、ですけれども、やっぱりイメージしてみてください。コンサートホールなんかで聞く場合には、ファーストバイオリンとセカンドバイオリンの位置がちょっと違いますよね。だから全部をファーストバイオリンで演奏するのとは、こう空間から見た、どういうところから、方向から音が聞こえてくるかというところでも、少し複雑なですね、音の聞こえになってるはずです。
それで、やはり一人の同じ人が一つの旋律を弾くのと違う人が弾くっていう、やっぱりある程度の緊張感っていうのが演奏にも出てくると思います。自分が全部弾いてるわけじゃないのでね、互い違いで自分は旋律を担当したりそうじゃないところを担当したりというふうにするので、ある意味緊張感とか、まあ、心理的なものっていうのも出てくるでしょう。そんなようなことはおそらくこれ、チャイコフスキー自身、考えて、いたことだと思います。そして、次ですけれども、これで、はい、次ですけれども、これはもう皆さん分かっているように、このようなファーミレドシドというふうに、これはもう再現したところですけれども、きれいに滑らかな一つの楽器でファーストバイオリンで奏でているというところです。これも音を聞いてみましょう。少し前からです。はい、というところで、ぜひですね、これももし興味があったら、いろいろな演奏ありますね。いろんな演奏、今YouTube とかでも聴けると思いますけれども、聴き比べても随分違いがあるんじゃないかなと思います。特にこの冒頭の方ね、冒頭の方の演奏っていうのは演奏家や指揮者によってもかなり音の出方が違うんじゃないかと思うし、この戻ってきたところはもう本当に綺麗にファーストがまあ歌う、まあ、セカンドもですけれども、みんながそれぞれのパートをしっかりと演奏するというところですけれども、この違いもあるし、演奏家によっての特に冒頭のところの違いなんかも聞き比べてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。つまり、まあ、オーケストレーションという面から言えば、旋律があるから必ずファーストバイオリンに置くとか、先ほどのブラームスもそうですけれども、そうではなくて、例えばブラームスの例で言えば、どういった音色が、どういった張りのある音が欲しいかとか、そういうようなことで、楽器を選ぶということもオーケストレーションの一つですし、チャイコフスキーの先ほどの例みたいなものはある種技巧的でもありますね。作曲家のただ普通に和音をこう置いていく、上から順番にですね、ファースト、セカンド、ビオラといって上から順番に4声帯のように置いていくというのではなくて、そこで、オーケストレーションの一工夫をする、それは音色がもちろん変わるということはありますけれども、やっぱり、演奏家の演奏の仕方、つまり音の出し方が変わりますね、というようなこともある。だからオーケストレーションする、それこそ面白さでもありますし、出てくる音の結果というのもまあ違ってくる、まあ、醍醐味のところの一つじゃないかと思います。はい、次ですけれども、これはラヴェルのボレロでですね、これも、まあ、とても有名な曲で、もちろん皆さんご存知だと思いますけれども、いろんな楽器で同じ旋律やってるなということは皆さんご存知だと思いますが、細かく実際どんな楽器なのかなというふうにまで、まあ、もうあんまり見てないっていう方も多いかもしれません。ここに、まあ、並べてみたのは、最初の方はですね、まあ、ちょっとこれかけながらちょっとしゃべりますね。これで適当に流れて、最初から同じ旋律がずっと繰り返されるのは皆さんもご存知の通りですけれども、多分なると思うんですが、この順番での楽器で出てきます。なってますね。このリズムで。これまあフルートです。もうちょっと。最後までが聞きませんので。これはいろいろな楽器の音色を知りたいときに、とても
もいい、曲ですね。音色をいろいろ聴き比べるのに、まあ、しばらく聴きましょう。それぞれのこう感じ方、クラリネットの音色にどう感じるかというのでいいと思います。でもそれぞれにやっぱり違う何かを感じてほしいというのがあります。思いませんか、ね、高い方と次ファゴット、ファゴットもオーケストラの中でいつも出てくる大事な楽器だけど、どちらかというと低音を支える楽器なので、あんまり主役でこう聴く機会ってあんまりないと思いますね。とっても綺麗な特徴のある音ですね。興味ある方はストラヴィンスキーの春の祭典の冒頭が有名ですね。ファゴットのソロで出てきます。で次が小さいクラリネットですね。小クラリネット、同じクラリネットだからさっきと同じ種類だけどでも違いますよね、というあたり。トランペットだけよりも少しまろやかになるような印象が私にはありますけれども、トランペットが鼻にあっと突き放すみたいな感じになって少しフルートが柔らかく、でこれテナーサックス、ここのですねテナーサックスに行く前にトランペットだけだと結構差が出ちゃうような気がして、それをうまくフルートと重ねることでうまくすごくまろやかにつながっているような印象を持ちます。サクソフォンは新しく発明された楽器ですけれども、
的な楽器とうまく表せるっていうのはなかなか難しい。やっぱりソプラノのサクソフォンですね。次がですね、ホルンにセレッサとピッコロが重なっているので、ちょっと耳を澄ませてみましょう。この辺からだんだん合奏になってきますね。先ほどの9番あたりっていうのはかなり独特な印象を持たれたんじゃないかと思います。これあと1つぐらい聞いてみましょう。この順番じゃなくても抜粋にしてます。だからこういう組み合わせもあるよって言ったらちょっと番号を入れてません。右側はね、こういう組み合わせのところも出てくるよっていう。この辺もですね、いろんな楽器がもう入っているので、どの楽器の音が聞こえるかというよりも、この新しい一つの音が作っているというふうに思うと面白いと思います。皆さんは どうかな。私はやっぱりいろんな楽器が変わっていくってことに集中すると最後までいけるんですけれども、冒頭聞いてるとちょっと途中で退屈になっちゃうこともあります。それもそれぞれ、だと思いますけれども、で、私がそのですね、重なった時の音のこととかを言いましたけれども、全く違う音色、初めてとは言いませんけれども、独特の音色に聞こえる場面の時っていうのもあったと思います。で、やっぱりですね、この作曲講座なので、作曲をしていたり作曲に興味のある方が参加されているということでお話をすると、やっぱりどういう楽器を選んで重ねるとどういう音がするのかな、まるでですね、その絵の具のパレットにいろんな色があって、何色と何色を合わせるとどんな色になるかなというのを考えるのと同じような感じで、その
濃さがですね、ぜひ絵の具で考えると面白いと思うんですけれども、その割合によって変わりますよね、あの色合いが。例えば白と赤を混ぜたとして、その赤の量と白の量のによって、まあピンク色になるとしても、その色合いっていうのはもう本当に無数の段階で、まあそれがグラデーションになったりするわけですけれども、あると思います。楽器に関しても、どういう楽器とどういう楽器を重ねるかということで、やっぱり新しい赤でもない白でもない、色というのが作れますし、それからそのダイナミクスの置き方ですね。あとは、先ほどから今日いろんな曲で見ましたけれども、作曲家たちはその楽器のどういう音域でどういう音が鳴るかということをやっぱり意識して、旋律にある楽器を当てていると、選んでると思うんですね。だから、その楽器ごとの音色、それからどういうふうな音域だとどういうふうな表情なのかというあたりのことをいろいろ想像してですね、それぞれで、そして、選んでいく、それからやっぱり重ねていく、いつもソロでメロディーやるわけではない、重ねていく、というようなことですね。特にだんだん時代が新しくなってくると、一つの楽器が旋律やるということはもうほとんどなくなってきます。ちょっといろんな楽器が担当して、どんどんいろんな楽器で一つの旋律とか主要なものを描いていく、つまり奏でていくというようなことは、どんどん、まあ、ラベル、19世紀終わりから20世紀初頭ですけれども、今も1世紀ですから、という意味ではこのあとどん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 変わっていきますね。ですので、このあたり、その作曲するときにどういう音とどういう楽器が重なると、どんな響きになるかなっていうのを想像するのも面白いところじゃないかなというふうに思います。さらに、まあこれも皆さんご存知かなとは思いますけれども、ラベルの途中から5度上でですね、旋律が奏でられますね。で、和声の勉強とかしていらっしゃる方は、連続5度はいけませんと言って厳しく言われてるけど、ラベルはもうそれで言ってしまえばもう全部連続5度ですね。バツ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 という具合に禁則ばっかりになってしまいますけれども、まあ、そうではない。ラベルはもちろん和声は知っていて、きちんとそれは分かってます。この5度上というのは、そうではなくて倍音ですね。特に弦楽器の方はご存知、管楽器の方もだと思いますけれども、倍音というのは、例えば杖だったら、ドドソドミソドってなりますよね。倍音が鳴ってますよね、音には。で、その倍音なんです。つまり、5度上といって聞いてしまうと連続5度に聞こえるかもしれないけど、そうではない。音色を作っているというふうに聞く。そうすると、また違った聞き方ができるかもしれません。聞き手としてはですね。で、作り手としては、やっぱり倍音なんかを使うことによっても音色を作ることができる。作り手としてですね。という面白さがあります。最後に、終わりに向けてですけれども、現代のですね、作曲、もし作曲の勉強されている方は、今後ですね、少しずついろんな曲を書いていく中で、もしかすると現代の、まあ、無調の曲なんかにも興味を持ってくるかもしれません。この曲は現代の作曲家いろいろいるんですけれども、まあ、リゲティという大変有名な20世紀の作曲家です。もう亡くなってますけれども、それで、例えば、まあ、オーケストラのスコア、いろんなのがあるんですけれども、ちょっと持ってきました。左側がロンターノというオーケストラの作品ですが、見てください。これポインターは出ないのかな。ですね、これはカノンで作られてるんですね。無調ですよ、もちろん。無調なんだけれども、で、音だけ聞くとですね、ちょっとよくわかんないんです。ぜひ、これも、よければ聞いてほしいです。YouTube なんかにもありますから、聞いてほしいんだけれども。でもスコアよく見るとカノンでできてるんですね。でカノンという手法はすごく古くからバロック時代の一番基礎的な手法ですよね。だから現代音楽っていうと無調で何やってるか分かんないというのではなくて、非常に綺麗なオーケストレーションをしています。でどんどん音が厚くなっていく感じで、でもいかにもっていて増えていかないんです。いつの間にかじわ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 ってこう広がっていく感じ。これもやっぱオーケストレーションのテクニックの
一つですね、いかにもって言って音を増やしていかないというあたりをよく工夫をすると、いかにも三拍子で増えてきましたみたいのではなくて、もっとさりげなくですね、カノンを作っていくことなども可能です。右側の例はリゲティの初期の作品でアトモスフェールという曲ですが、これは1900何年だろう、50年代ぐらいかな、キューブリックとい う有名な映画監督がいるんですけど、20世紀のですね、いるんですけれども、その人のですね、2001年宇宙の旅といって、当時は2001年っていうのはもう本当に未来の未来の未来みたいなイメージで、そういう有名な映画があります。これもあのネットとかで調べると出てきますか。で、そのキューブリックがこのアトモスフェールの曲を選んで、この曲を選んで映画の中にも使っていますけれども、まあ、大気という意味ですね、日本語に訳せばね。で、これ大オーケストラでフルートも4人、クラリネットも4人っているんですけれども、見てください、全部の楽器鳴ってますよね。ほとんどキュッティで鳴ってるんだけれども、強弱を見るとピアニッシモになってる。こういうオーケストレーションっていうのもやっぱり非常にある種、まあ、斬新なアイディアというふうに言えるかもしれません。あと弦楽器がですね、ほとんどディビジ、全員違う音を弾いてるみたいな感じになってるわけです。普通はファーストバイオリンって言ったら何人かの人が14人とか16人とかは同じところを弾きますよね。たまにディビジで半分ずつになりますけれど、で伝統的にはそういうオーケストレーションがあって、徐々にディビジが増えていって、ラベルなども3グループに分かれてくださいとかですね、そういうものは徐々に出てきますけれども、それがどん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 こうオーケストレーションの幅が広がってきて、多様化してきて、このように1人ずつ全部違う音を弾いてください。で、全員ピアノ、音域もこれですね、すごい広いんですね。何オクターブだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、8オクターブぐらいだったかな。すごい音域でバーッと音が詰まってるんですね。だからすごいキューティーですよね、4管編成で。だけどピアニッシモですごい静寂な音楽を作っているというような、ちょうどそこの場所なんですけれども、このように、ただですね、オーケストラのスコアの書き方っていうのは伝統に習ってます。必ずフルートは一番上、木管楽器群が一番上にあるし、金管楽器が次に来るしというような、いわゆるオーケストレーション、まあ、その起伏のオーケストラの譜面のですね、スコアの書き方というのは基本的には伝統に習っています。どうしても2つのグループのオーケストラを書きたいとかいうときには、第1グループのオーケストラを上の段に書いて、第2グループのオーケストラを下の段に書くという、スコアもありますが、それどちらかというとかなり強い意向がある場合ですね、意味がある場合はしますが、特にない場合というのは、いくら現代の無調の、まあ、いろんなちょっと変わったことをやってるような曲でも、スコアっていうのは結構伝統に習った形、上から順番に書くのをね、一番上にチェロなんていうのは、まあ、まずないと思いますね。いくら斬新な曲であってもそういうことはしない。だからそういう意味では、もし皆さんがいろいろな、19世紀までのいろいろなスコアを見たりしているんであれば、でまだあんまり現代のスコア見てないという場合ですね、まあ、現代のスコアって高いですし、なかなか手にも入りにくかったりして、最近はまあネットでも見る機会もあるかもしれませんが、ぜひですね、もし興味があれば、こういった現代のスコアもきっと同じような見方をすれば見れるんじゃないかなというふうに思います。では、だいたい時間になりましたので、今日の講座は終わりにしたいと思います。もしも何かですね、今日のこととかで、何か早口で、話してしまったので、何か質問とか何かありましたら、下に、メールアドレス入れましたので、こちらにご連絡をくだされば、何か今日言い足りなかったことなどお答えできるんじゃないかなというふうに思います。それでは今日終わりにします。ありがとうございました。